どうも皆さんこんにちは、三浦です。ということで妖怪ウォッチプニプニの新しいイベントが始まったのでやっていきましょう。今回はですね、妖怪ウォッチシャドウサイドフクロウ最終決戦、シャドウサイドのイベント自体は第2弾らしいんですけど、僕は第1弾を知りませんね。やっていればよかった。で、今回は妖怪ウォッチエルダを材料を集めて作ることができるんですよ。今回のイベントで追加された妖怪なんですけど、まずは 3S ランクの不動明王ジャ。これはね、ガシャしか出てこないらしいんですけど、確率がなんと 0.8% なんですよ。そんなの当たりっこないということで、これは早々に諦めました。次は 3S ランクの洞穴なんですけど、隠しステージに出てくる妖怪ですね。これはね、多分めっちゃ強いと思うんですけど、同じく妖怪ガシャから出てくるこのゴエモンが、洞穴からの反撃に対してダメージダウンの特殊能力が持っているので、これはですね、妖怪ガシャで一生懸命ゲットしました。フクロウがですね、これはスコアタックのランキングで上位になればゲットできるっていうことなんですけど、僕はおそらくゲットできないでしょう。で、最後が弁慶。弁慶は Y ポイント交換らしいのでね、ここはちょっと大人の力でゴリゴリやりたいなと思います。さあ、じゃあまあイベントやっていきましょう。30年後の桜元町、元がついてる。ウィスパンもこんな、ウィスパン一体何が起こったんだろうね、これ気になるな。不動雷鳴拳が何者かに奪われてしまいました。ああ、だから不動明王じゃなんだね。じゃあトーマー、何やってんだよトーマー。よし、じゃあやっていきますよ。来ましたよ、洞穴まで来ました。で、僕一回やっつけちゃったんですけど戦っていきましょう。僕的には結構強かったんですけど、いつもに比べるとそうでもないかな。前回の覚醒赤鬼の方が全然強かったと思います。で、今回プレイ条件で閻魔系の妖怪が使えるので、結構いい、まあ楽っちゃ楽なのかな。まあ今回は僕はちょっと閻魔系の妖怪使わないですけどね。さあ、いきますか。攻撃力アップのダンドリーを入れてあるんですけど、ダンドリーの必殺技を出して、あとクリスタル山吹鬼の技一発でも入れば、もうそれでやっつけることができるんですよ。一応こいつに対して攻撃力のね、あの特殊ボーナスついてるのが不動明王じゃなんですけど、さすがにですね、ちょっと妖怪ガシャ確率 0.5%、 0.8 か、ちょっと回す気にならなかったんで。さあ、 OK ってことは、ちょっと技も溜まっているので、あとはちょっとフィーバータイムに行けばいい感じ。はい、 OK。 あ、もうこれでもう勝った。 OK。 これで決まったはず。さあ、どうだ。うん、あ、やばい、ギリ残ってる。やばい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 、なんでなんで、まずいまずいまずいよ、こういうのまずい、すごく。うわーうわー、やめろー、なんでだ、なんでお前切る。うわー、じゃ、もう一回行くか。ちょっと油断してたかもしれないな、これ。さあ、来たよ来たよ。さすがにこれ入ったでしょう。どうだ？ああ、な、何が違う、違ってたのかよくわかんないけど、あー、アイテム上げるの忘れてた。うわわわわ、まあとりあえずね、やっつけることができた。危なっかしいな。
どうだ、5回目ぐらいだけど、あー多分50回ぐらい戦わないと無理かな。50回つらい。エルダの部品が落ちてきた。なるほど。いや、洞穴が欲しかったんだけどね。このアークのかけらっていうのもなかなか落ちてこないよ。いやー、やられたー。たまにやられるー。たまにやられるー。はい。あ、髪の毛おかしい。ようやくですね、洞穴ゲットできました。何回ぐらい戦ったかな ?60 回。60回から70回の間だと思うんですけど、結構戦いましたよ。で、僕ね、このゲットする瞬間をちゃんと録画したいなと思ったんですけど、さすがにちょっと時間かかりすぎたんで、動画外でゲットしました。いいね。豪傑だったんだね。パズルでの獲得 Y ポイントアップ。まあまあ、これはいいとして、妖怪プニを消す。威力74。スキル、自分の技ゲージが溜まった状態でスタート。25%。結構溜まってんね。あと大変なのが、このエルダの妖怪ウォッチを作るなんですけど、あとエルダチップを13個だよ。13個は結構大変だな。アークのかけらは、この隠しステージの洞穴と戦ってたら、まあなんとなく集まったんですけど、もう60回ぐらい戦ってたんで、さすがに10個集まるよなっていう感じなんだけど、エルダチップ。これはちょっと時間かかりそうだね。うん。うーっていく、うーって顔してんの、これ。さあ、ちょっと技を使いますか。おー、なるほど。真ん中のプニバーって消すんだね。うん。いいね、いいね。使うためにどんどん威力上がっていくっていうことだから、ヤマタンとは相性いいのかな。昨日ね、新しいイベントが始まった時に、まず妖怪ガシャの動画を回す動画でしょ、あと洞穴を仲間にするっていう動画2本上げたかったんですけど、洞穴っていうか隠しステージのボスを仲間にするの意外と時間かかるんで、ちょっと次回からちょっとやり方変えましょうかね。うん、まあとりあえず隠しステージのボスをやっつけたらそれでもう動画上げちゃおうかな。仲間にするのすごい大変なんだもん。まあとりあえずでもね、仲間にできたんで、ちょっと妖怪ウォッチプニプニはちょっと一旦置いておいてですね、ちょっと実写の動画僕今撮って編集してたんで、そちらのアップをねしていきたいなと思います。はい、ということで今回はここでおしまいにしたいなと思います。チャンネル登録、高評価、そして実写の方の動画もですね、よろしくお願いします。